こねこねこねクルデル星がスマイルチャージということで、今日はですね、会いたかったあの方に来ていただきました。あ、この笑い声で分かった人は分かりますね。みんな大好き、私も大好き、長島アナです。イエーイ、お邪魔します。帰ってきちゃいました、長島です。お邪魔しますだって、ね、久しぶりの目覚ましテレビの YouTube だ。そうですよね、あんなにやってたのに、あんなにね、あんな踊ってたのにぐるぐる聖火についてちょっと聞いてほしいんですけど、はいはい、スルーしました。ごめん、ぐるぐる聖火。そうだね、ごめん。そうだよね、流行らせよう、これ流行らせよう、一緒にやりましょう。じゃあ、こね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 ぐるぐる聖火ユミスマイルチャージでいいですか。ユミ、ユミ、ユミ挟むのね。はい、せーの、こねこねこね、こねこねね、ぐるぐるって言いました。せーの、こね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 ぐるぐる聖火ユミスマイルチャージ。大丈夫、合ってるかな。合ってる。長島さんいると安心する。なんか安心して何でもやっていい気がします。何でもやって、もう今日はもう何でも話そう。ぶっちゃけ、ごめんごめんごめん、もう一回お願いします。なんか息合わないね、やっぱりね。ごめん、離れちゃったから。ちょっと離れ、ここでこんな時間取るとこじゃないのに。せーの、ぶっちゃけ本音女子会始まります。あった、やった、帰ってきました。長島さんがいると実家感が、実家感ある。はい、オンエア後にちょっとすれ違って挨拶したり立ち話はありますけど、こうやって、そう、久しぶりですね、一緒になんかカメラの前に立つの。ね、あの最後のさ、私たちのキャンプあったじゃない。はい、二人で行ったキャンプ。あれが懐かしいね。確かに、なんかずっと昔のような気がします。どうですか最近。いや、もう毎日必死に過ごしてるんですけど、すごく楽しく朝を迎えてます。長島さんが忙しそうだなっていうのは、めざまし8とめざましテレビの掛け合いがあるんですけど、その時に準備している長島さんをこうやって画面越しに守って感じてます。あれ映ってるんだ。全部映ってますよ。うわー、もうあの時間帯ね、本当に追い込んでて、その事実関係の最終チェックをしてて、すんごい必死だと思う。私多分こんな夢見たことないなって、三宅さんとかが言うくらい本当に私たちのアドリブなんですよ。もうちょっとね、なんか台本来るのかなって最初思ってましたよね。なんかネタ提供とかあるのかなと思いきや、全くなく、もう全部自由なんだよね。そう、最初音声チェックをするんですよね。長島さん、おはようございます、聞こえてますか。あ、こっちも聞こえてます。もう行った途端長島さん耳外して私たち目覚ましファミリーがやん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 言うんですよね。そう、本当にひどくて。でも私、あの目覚ましテレビとの、あの掛け合いがすごく好きで、一番もう今日は何もないなって思った時、木曜日伊能さんに、はい、何か最近楽しいことありましたっていう雑な棒でクシャッと投げましたよね。そう、いや伊能さんだしいいやと思って、何か返してくれるやん。伊能さん何とおっしゃいましたっけ。伊能さんその時はやっぱあの方上手だね、切り返してきて、逆になんか長島さん、あ、楽しいことないんですかって言って、私はもんじゃ焼きをしてるっていう話をして、そこから2週間ぐらいもんじゃ焼きトーク。そうですよね。いや、でも聖火ちゃんもやっぱりこの喋る時間がぐっと増えたじゃない、はい、もう全然違いますね。どう、一番に頭に浮かんだのは、うん、長島さん毎日この目まぐるしい中を自分の仕事こなしながら私たちの悩みとか気を配ってくださってたんだなと思って、すごいなと思いました。みんな元気すごいどうみんなどう。なんかカルベさんとゆいちゃんがラップしてたりとか、うん、見ました。そう、見た見た。相変わらずやってるなと思いながら楽しそうだなと思って見てるんだけど、もうみんな元気どう。元気。あ、元気。よかった。元気です。長島さんって、うん、太陽系じゃないですか、なんかこう。あなたもね。いやいやいや、結構昼間みたいな。昼間っていうか朝にしてほしい。そうだ。朝の顔なの。長島さんがいた時もっと元気だったんじゃないかなと思っちゃいます。それはないよ。本当に。今は聖火が太陽。間違いない。あとさ、スマイルチャージあるじゃない。はい、あれさ、ものすごいアップで映るよね。そうなんですよ。あれ結構勇気いるよね。今の目覚ましのスタッフさんに
せいちゃん最近痩せたでしょって言われたの。おお、効果あるんですよ。多分継続は力なり。力なり。噛んだー。継続は力なり。ということです。すごいね、井上聖華さんの冠コーナーが。うもう毎月毎月続けーと思ってますけど。続けー。これね、私たち決めてるんですよね。あ、言っちゃうの。あ、言わない方がいいよ。言おっか。言っちゃいましょう。あの目覚まし8と目覚ましテレビ の掛け合いで本当にネタが困った時は、井上聖華のスマイルチャージをやろうっていう。はい。だからスマイルチャージを2人でやってる時は、あ、今日なんかもうネタに困って枯渇してんだなっていう。限界だったんだなって。で、この前商品告知、プレゼントの。おお。長嶋さんよく間違えてたじゃないですか。ちょっと、うん、伝説のね、数々の面白発言。この前、10名様、100名様って言いそうになってます、私は。え、言いそうになった。水、はい、100。じゃあいいじゃない。お、10名様にプレゼントいたします。100まで言ったんだ。100、私だったらもう100名様って言ってるからね。終わった後に、長嶋さんみたいになるとこだったって言っちゃいました。ねえ、やっぱりさ、長嶋さんみたいになりたいって言ってくれてるけど目指してないよね。本当に目覚ましテレビでいろいろやらかしたなと思って。いやー、もうあれが長嶋さんのなんだ最高なとこですから。待って、私って目覚ましテレビで残したものってそれぐらいしかないのかな。いや、でもなんか本当にいろいろな方にあの声をかけてもらったりするときも、間違いが好きですとか、名言集毎年楽しみでしたとか、私はやっぱりもうそのイメージでしかないのかもしれないなと。でもそれを払拭するため、エイトではニュー長島を見せようと思って。いやいや、私知ってますから。何かを壊して吹っ飛ばしてた。嬉しすぎて万歳したら、その持ってた札を真っ二つに置いてた台本全部ひっくり返しちゃって。やっぱりベースがそうなんですかね。ベースがそうとか言わないでね。褒めてるんです。続いてですけど、やっぱりね、ご結婚されて、あ、どうですか、少し経って。そうね、そうねって言って結婚しやだ。そうね、キラー。ちょっと待って、ごめんね、そんなつもりじゃなかったんだけど、今びっくりした自分で。ごめん。わ、そんなこと聞いていいのかな。そのルールとかあるんですか。おはようと思い、お休みだけ言おうねとか、行ってきますみたいな、行ってきますよみたいな。喧嘩はあんまりないんだけど、微妙な空気流れちゃったなみたいな時とかあるじゃない。絶対にその日のうちに解決しようっていうルールはある。あ、2人で決めたんですか、それ。向こうに言われた。まさかの。あとはね、なんだろうね、あ、結婚して始めたことが。何ですか。あります。そういえばキプスっていう開墾植物っていうのを2人で育てている。天気がいいとベランダに出して。いや、一緒にちょっと日向ぼっこしたりとか。3人で結婚願望あるの。あります。あ、ある。あります。なんかこういう結婚生活を送りたいなっていう夢とかってあるの。いや、結婚式とかはあるんですけど、うん、ありそうだね。またでしょ、結婚式とかこだわり強そう。指輪はあそこので、ウェディングドレスはこういう感じでみたいな。だからもう最近思うのは、本当に心の広い人じゃないと難しいんじゃないかなと、うん、相手がしてくれた一つ一つにありがとうって気づけるように頑張りたいです。素晴らしい。いいこと言ってますね、私。素晴らしい。今もですけど、長嶋さんが卒業する時とかも、どうしようって本当に不安で言ってたよね。本当に不安で、なんか私じゃダメでしょって思う。やっぱりなんか、うん、思ってしまう瞬間あるじゃないですか。ごめんなさい。番組でちょっと一回落ち着いていいですか。ちょっと無理やり強引にちょっと戻そうと思ったんだけど。本当にありがたいことに、毎日テレビの前の皆さんにおはようございますってご挨拶させてもらう
立場なのでね、もうとにかく一生懸命やるしかないって感じだよね。そうですね。私たち今駆け抜けてるね。駆け抜けてますね。必死毎日。私せいかちゃんとこうやって定期的に話したい。嬉しい。定期的に。これ。